どうも、ドローンといえば谷プラさんでございます。はい。まあ、今ですね、僕、試験を、受けようということで、2等のね、ドローンの、免許の勉強してるんですけれども、いよいよですね、申し込んでみようかなということで、今日はね、申し込みの回でございます。まあ、どこまで勉強して、どこまでやればいいかなっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとある程度、本当、頑張って見てきました。だけど、まあ、これ実際やってみないと分かんないんで、もう本当に、受けてみて、合格するのか不合格なのか、まあ、それをね、ちょっと頑張ってチャレンジしたいなと思ってますけど、まあ、ちょっと、これからですね、申し込んでいきたいと思うんですけれども、結構ですね、その会場、12月の予定で、まあ、ギリギリまでやってるところもあるので、まあ、そこでちょっと僕は、申し込みをして、まあ、東京ね結構あるんですよ。試験的にはね28までやってますから、今年ね。なのでそれ年内までちょっとどこかで受けようかなと思ってますんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。てな感じで、ちょっとこれから申し込んでいきたいと思います。いや緊張しますね、なんかね。さあ、オンライン予約でいいのかな？オンライン予約しまして、でまずなんかね、プロメトリック ID を取得しないといけないらしいので、まあ、それ取得します。はい。その後、ログインということで、はい、進めていきまして、OK です。これでちょっとメールの方に来るそうなので、あ、来ましたね。早いね。はい。まあ登録すると ID をまず登録しないといけないので、それで来たかな、来ましたね。はい。お ID 取得でございます。そしたらこれをやって決めたパスワードを入れて、はい、2等試験でございます。ああ、これは入れなきゃいけないんですね。やらなきゃいけないことがあります。これかな？よし、これで、まずはね、DIPS の方に、技能証明申請を出したんで、それを入力してください。はい、入力します。そして、DIPS の、登録した番号ね、はい、電話番号、DIPS に登録してるやつですね。はい、それでちょっといきます。大丈夫かな？これで合ってるはず。よし。はい、OK でございます。そしてですね、カレンダー表示はこちら。これ24日指定でいきます。で、東京都内。東京都内で、これなんか自分で入れなきゃいけないのかな。あ、いいか。検索するのね。はい、検索します。あ、ありますね。はい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 。どうしようかな。ありました。両方ともあるね。どうしようかな。お昼にしようかな。どうしようかな。うん。まあでも。ああ、悩むね。どうしようかな。さすがに朝起きてすぐは嫌だから。11時30分にします。はい、11時30分。会場 A で。で、ここで、8800円。ね、カード支払いがあるということで、カードの支払いをします。はい。まあ、カード支払い、まあ、いろいろコンビニだったり、いろいろできますんで、いいんですけど、まあ僕はこっちの方が楽だなということで、一旦やってみましょうね。はい。で、支払いカードを入力してみました。それで、最後確認ね。確定します。ドン！来ました。支払い。メールも来た。メールにも来ました。確認書ということでね、やってまいりましたけども、これで、行きましょう。当日必要なものとかね、いろいろ出ておりますね。運転免許証とか。ね。まあ、学生証だと学士証の人もいますけど、あ、場所もちゃんと出ていますね。ありがたいです。頑張りましょう。ちょっとこれでね、悪化を受けて。もう年末も年末ですがね。はい、改めて、今ですね、作業しまして、全部登録しました。まあ、僕、ご近所で、できるので、とりあえずですね、11時半の、試験を受けることにしました。で、11時15分まで来ていただいて、開始が11時30分ということで、当日必要なものとかは、本人確認書なんで、まあ、免許証、パスポート、運転免許証、証明書とかね、マイナンバーカードとか、などなど、あ、試験番号とかちゃんと控えとこう。一応ね、なんかログインしていけるかもしれないけど、ちょっと怖いから。あ、でもあれか。確認書だけちょっとコピーするなり、しとこうかな。一応ね。うん。一応そうしときます。はい。無人航空機第2試験。第2等試験ね。はい。まあちょっとね、長々とこう試験を受けるまでになってしまいました。まあいろいろちょっと僕もね、やることもあったんで。これでですね、登録が全部完了しました。あとは試験を受けるのみということで、まあ、何回か読み返しましたけども、まあ、さらに、こう、ちょっと、どこか出るか、出そうなところをちょっと、重点的に、こう、ちょっと読み返し、脳みそに入れ、頑張りたいと思いますんで、またですね、まあ、合否の方はですね、お伝えしたいと思っております。お楽しみくださいということで、無人航空機操縦試験の学科の、予約をしてみたということで、そんな動画でございます。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ありがとうございました。